最近僕がメインに使用しているこちらスインベイト、ポーラスのスインベイトアクセイ。ここはですね、これニシヌロアワークスのスメルトヘッドを主に合わせてるんですけど、このボレアスの悪水のいいところっていうのが、結構重めの、ヘッド、こういう、これは 12g でこっちが 18g なんですけど、こういうちょっと重めのヘッドをセットした時に、しっかりこうヘッドがロールする動きが出ます。で、まあ、12g よりもこっちの 18g をセットした時のその動きが非常にいいですね。まあ、こういう重いヘッドを使うと、そのワーム自体に、そのしっかり力がないと、そのアクションの力がないと、そのヘッドのロールが出ないんですけど、これは、悪水はその辺が、しっかりこう、テールの動きが、こう、ヘッドまで伝わる、設計になってるんで、この 18g のヘッドを使ったとしても、しっかりロールアクションが出ます。で、ロールアクションが出て、かつ、ボディ全体をくねらせる、その、まあ、動きが出るんで、これが結構、僕はデカいバスに効くんじゃないかなと思って愛用してます。はい、セットの仕方なんですけど、これが、まあ、スメルトヘッド。こんな感じになってるんで、これちょっとね、接着剤をつけて使う設計のファームキーパーになってます。で、まあ、ここにこう軽く接着剤つけて、こうすることで、ワームのホールド性がかなり増します。まあ、1本で4、5本つっても、ワームが全然傷まないです。で、こう、悪水、ちょっと頭、目ん玉から先をちょっとカットして、まあ、ヘッドにぴったり合わせるために、ちょっとカットして、でこんな感じで針を抜きます。こうすると、こういう感じでシルエットがぴったり収まります。で、こうやって、使うと非常にいい動きが出るんで、これが結構デカいバスに効くんじゃないかなと思って僕は使ってます。はい。はい。では、まあ僕がこのリグを使ってるシチュエーションなんですけど、まあホッコをメインにしてて、そのホッコのハードボトムもこれで釣ってます。で、ハードボトムっていうのはどういうところかっていうと、ゴロ大使が積んであったりとか、まあ、魚礁があったりとか、ロックエリアであったりとか、そういうところですね。そういうところを引いてます。で、どういう風に引くかっていうと、基本的には、まあ、中層を巻くパターンと、底を取って巻くパターンがあります。で、起伏が激しいボトムっていうのは、底を取ると根がかるんで、中層引きます。で、中層の引き方っていうのは、着水、ルアーを投げて着水してから、まあ、カウントダウンを使います。で、カウントダウンっていうのがどういうことかっていうと、例えば水深4メートルだったら、これ18グラムだと多分、まあ、カウント4くらいかなっていうところなんですけど、で、カウント4くらいで水深4メートル入る。まあ、それは自分で魚探見ながら一回確認するんですけど、フラットで投げて確認します。で、だいたいカウント、まあ、どれくらいで何メートルくらい泳いでくるかっていうのを把握して、中層を引きます。で、そういうパターンと、まあ、比較的フラットなボトム、起伏の激しくないフラットなボトムっていうのは、キャストして、ボトムまで着底させて、ボトム付近をずっとゆっくり引いてくるっていう形です。で、まあ、基本的には、もうスローリトリブ、一定なスローリトリブで巻いてきます。で、バイト自体は、まあ、何パターンかあって、最初にカツカツと、こう、前当たり、こう巻いててカツ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 と前当たりがあってそのまま巻き続けると抑え込まれるパターンと、まあ巻いててふっと軽くなったりとか、まあコーンってこう思いっきり吸い込まれるっていうパターンがあります。で、それは、バスがしっかり吸い込んだらどちらもしっかり合わせます。だから前当たりで合わせると抜けるんで、前当たりを感じた時はそのまま巻き続けて、しっかりルアーが抑え込まれたらフッキングするっていう形ですね。